YouTube のご覧の皆様、どうも、はじめまして、小川と申します。金城先生でございます。こんにちは。で、私は、今日の実験の、司会進行すべて、やります。キャンプラ代表の小川陽一と申します。で、今日のゲストなんですけれども、まず金城先生は物理学者でございまして、旧名称にはなりますけれども KEK 高エネルギー研究所で、文部科学省の元技官もやられています。で、今日はですね、このテーブルには文科省の技官2人います。この次紹介します。で、ずっと、小芝先生、ノーベル賞を取られた小芝先生のニュートリノで有名なね、小芝先生の、片腕としてですね、まあ、裏話はあまり言えませんけど、非常に近くされていた物理学者で、電子をずっと見てきた先生です。はい。まあ、東大漏れなく公務員みたいな感じでずっと、ま、真面目な道を行ってきて、今私に捕まっちゃったみたいな。まあ、それでいいんですね。じゃあ、はい、拍手お願いします。すみません。よろしくお願いします。はい、続きまして、ジャーナリスト、作家の船瀬俊介先生です。拍手、自己紹介してください。こんにちは、船瀬俊介です。はい、船瀬先生です。で、もう一人、これはですね、大橋誠先生といえば、YouTube をご覧の方結構ご存知かと思いますけど、最も、YouTube を削除された学者さんです、はい、生物学者の権威であります大橋誠先生です。元文科省。そして、もう本当に多彩なですね、ヒカルランドの石井社長がいます。はい、それでは拍手お願いします。もう一人ね、泉先生っていうお医者さんがこちらに座る予定だったんですけど、ちょっと場所が狭いんで早速実験を始めます。で、まず実験の内容なんですが、まず世界初であるということは、例えば周波数っていうのはヘルツ博士が、ね、1秒間に1回転が1ヘルツと、要するに1000倍特許のように何かを発明した、発見発明した方っていうのが名前の名前がつきますよね。で、電子量って皆さん聞いたことありますか？電子量、電子の数を測る単位って実はないんです。ないんです。で、弊社にはですね、世界でおそらくじゃないな、ほぼ間違いないと思う。もし他にあればぜひ言っていただきたいんですけれども、電子量を正確に測る装置があります。これはまず第1点のポイントがアナログであるということです。デジタルになりますと電子が、死んでしまう。アナログなんですね。で、アナログの装置です。で、もう1点が水の測定を主にやってます。今後はアルコールを含んだお酒とかも可能になってくると思います。じゃあ電子が豊富だと何がいいのかっていうことは、皆様の体験を持ってね、飲んだ感想とかもいろいろ含めてやっていきます。で、今日はですね、今全部何種類でしたっけ、13種類の水が持ち込まれてます。例えばスーパーで買ってる、昨日私買ったんですけれども、フィジーって多分これ500円ぐらいの水から、皆さんが一番売れてるものの一つ、クリスタルカイザー、そしてエビアンとか、これ香水ですね、まあもろ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 ですよ。富士の美味しい水、これも非常に売れてますね。温泉水99、そして飛騨天領水と、そのような水がいろいろあるんですけど、水の電子量をこれから順次測っていきますので、それでは、ご覧になってください。はい、やりましょう。はい、やりましょう。お願いします。よろしくお願いします。で、まずはですね、こちらちょっと見えますかね、カメラの人、これ。ですね、これ長期実験をやってる3つの水があります。飛騨天領水っていうのと、微水っていうのと、温泉水っていうのがあって、電子量の測定方法、これ言いますけど、基準値、基準抵抗計といいまして、キルヒホフ博士っていうのはね、物理学者、ドイツの方が、もう百何十年前の方なんですけど、その方が、発明したですね、抵抗器の、むしろメーターです、メーター。メーターを我々が大改造してですね、電子量測定してるんですけども、そのキルヒホフ博士の基準抵抗計の基準は何かといったら9999です。これはもうイコール、まあ1でも0でもいいんだけど、まあ0としましょう。そして電子量を測ったときに、例えば9899だった場合、これは電子量がいくつかといいますと、これは100になるわけです。100です。
で9799分かりやすく言いますね。9799になった場合はこれが200になると、うん、OK ですか。要するに電子量というのは数値が低ければ低いほど電子量が多いということなんです。よろしいですね。それで、この長期の実験をしている飛騨天領水の場合は9739、4月18日、ごめんなさい、順番から言いましょう。4月18日の段階で9739でした。それで5月8日の段階で9903で、今日はまだ測ってません。水というのはこれどうですか、9739と9903だったら9903の方が数が大きいですよね。ということは電子量が少ない。必ず水というのは電子量が放っておくと少なくなってくるということ。これは皆さん手元の資料を見ていただければ、過去のデータを見ていただけると、このたったの3ページですけど、もっとたくさんあるんですよ実は。そういうのが見て取れると思います。じゃあこ次の微水、微水は最初4月18日9889でした。ところが9923になって、数字が上がった、つまり電子量は下がったということです。ちょっと逆位相なんです、すみません。で温泉水の場合は9889が9900になった。つまり数字が低い方が電子量が高いということだけはまず覚えておいてください。はい、じゃあ始めましょうか。はい、じゃあ1番、これからね。はい、1番。今、この水をやります。近くの、こちら来れる方はいいですよ。順番に今来ていただいてもいい。これ、大橋先生も多分、一回見られた方がいいかもね、うん、目の前で。あ、今、俯瞰カメラでやってるのかな。よくなくて。タイムが。メーターまで見えないかな。はい、9989。あ、微水でしたっけ、9989。小田原の水道水になりましょう。忘れてた。9949。はい、長期実験なんで本当はね、3回実験を繰り返して数値の誤差をちゃんと見たりしますが、これは長期実験なんで、ほぼ見ての通りですね。全部数値が高くなってますよね。数値が高くなってる、つまり電子量が減ったということなんですね。じゃあなぜ減るのかというと、保存してる時の光の影響を受けると。光というのは光子ではないですよ。あ、光子も含むんだ。まあ、放射光の、特に紫外線が特に強いんですけれども、いろんなこの光線によってですね、水っていうのは劣化して電子が逃げてしまうということでよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、はい、次行きましょう。はい、行きましょう。これ次、じゃあこれ写真撮ってきします。あ、 OK、 俺が撮る、ごめんなさい。俺消しとくからいいぞ。はい、いいですか。黒部、はい。9959。ちなみに水温はさっき測ったんですけど 21.5 とか22度ぐらいです。それで pH はみんな中性のものを測ります、基本的に。7ですね、pH。
9979。今1時49。まあ、時間を変えてくる。いいよ、俺書くからいいです。9939エビアン9939。あの水の中にですね、これ香水と言われているエビアンというのはいろんな物質が入ってますので、それはまあまあはっきり言うと微弱な放射線を発してますので、水が振動をずっとするしているというふうに考えています。それを触媒と言います。中には香水が好きという人いますけど、ほとんどの人は軟水が好きなはずですけどね。9979。クリスタルカイザー。値段に比例するかどうか、後で値段言いますね。取って。シリカ水。9949。僅差ですね、みんなね。そうですね、鉱物の。大丈夫ですか。9919。これはすごいね。これいいですね。富士フィジーフィジー。やっぱ500円だけするだけある。今答えたけど、ちなみに昨日買った中で一番高いこれ500円しました。500円の価値あるんじゃないですか。ここまで低い、あの高いとね、電子炉が。シリカが多い。そうですね、あのシリカの特性っていうのはやっぱ記憶するというか、転写されやすいというか。これ何でしょう。セルパワーの水。セルパワーの水、磁力水です。あの松木先生っていうのがね、開発したセルパワー。しかも遮光して持ってきてるからこれ丁寧ですよ、ね。ま、松木先生ね。まあ、ごめんなさい。失礼しました。松木先生、松木先生のセルパワー。いや、そうでも。9949。はい。うん。9959。素粒水、素粒水持ってきた方、はいはい、あ、シャワーヘッドの社長さんでしたっけ。素粒水ね、名前がこれ商標取ってるのかな。素粒水で、素粒水って多分商標取れない、ね。僕、香子水で取ろうと思ったら失敗して、香子自体がやっぱり広まってるから、うん、香子の事実だから。9929。なかなかいいですね。9929は今、第2位です。第2位です。あ、ごめんなさい。これ、すみません、これ持ってきた方、手を挙げて。あ、13年もの。おお、13年もののソリューシー。面白いですね。
13年もの。保存場所はどんな場所ですか？日が当たる場所。うわ、日が当たる場所ね。という話なんですね。今あの13年ものの素粒水。9949。正直セルパワーと同じぐらいですね。全く同じ。ただしあのそこまで13年も保存してるのにはすごくいいんじゃないですか。はい。で光やってますか。さて時間経過一回でやります。ちょっと一回ブレイクしましょう。はい。自由に。水道水やんなくていいですか。え？あ、ごめんなさい。水道水。小田原の水道水。これあのこう三菱がやってるね。これ浄水場。これがまずいんですよ。いや僕はね、これか味覚は個人の自由。水道水、水道水。これで終わりですね。はい、9989。もう一個だけ。ちょっと名前が面白い。ナノバブル水素水。それ関係ない。プロトン水。あ、プロトン。あ、いや、これやってます。とっくに。あ、そうです。とっくに、あ、そこに。お配りした資料にあります。プロトン水とっくにやってます。プロトン水フォトンビーム当てるとめちゃめちゃいい。はい、終わりです。じゃあね、ちょっとあのどれこれどれがいいですか。これすいません、これもこれはね、うちやってる、持ってる。これこれもとっくにやってますよ。これこれはもう見たことない。あと3つで終わりましょう。要はね、時間経過、これからのちょっと時間を一回休憩をして、どのぐらい劣化という言葉がいいのか、まあ一緒に酸化するっていうふうに言ってみても、電子が抜けるということ、それは分かります。9919。いいね、強いね。いいです、うん、今同率1位。9919一緒ですよ。9919はすごい。ジンバの滝ですね。はい、ジンバの滝がジンバの滝フィジーと同じ数値でしたね。暴れてますね。暴れてるっていうのはですね、逆にいい水の可能性が高い。はい、はい、そういうことですね。うん、これ、エナズマ持ってこられた方、うん、あ、二人なんだ。フラワーオブ協会、フラワーライフ協会。なんだろう、測定不能。まず飲めますか。まず基本ですけど、飲めます。うん、飲めない水はあんまり測っても意味ないと思ってて。動く水は大概いいですよ。9899。最高記録。すごいすごい。98台はね、本当にすごいですよ。まあ皆さん飲んでね、これすごいと直感的に感覚的に思えると思います。暴れてるな。これどういうのに使えるの。、ね、プロトン水のあるんです。
プロトンにねフォトン当てるとこのぐらいになるんですよ。まあ結論しちゃったけど。いや、もっといきますよ。多分最大値がこれだけど、また下がりました。暴れて、うん、下がったね。今度9929に。9929。9って書き直したんですか。ええ、そのままでいいです。そのままです。PC の新品も入れて、はい、いつでもできる。OK。 何分ぐらい経ちました、最初のもの。今ね、13時50分ぐらいを基準としているので、うん、今 10分間休憩しましょうか。10分間休憩して、またここに、うん、配信はもうこれで、こう、あ、ちょうどよかですね。この、あ、もうちょっとやろうか、はい、20分やってる、はいはい、じゃあちょっとここです。ここまでの1回ね、本当はね、これ3回ずつ測ります。で、これから測る必要、今日はもう数が多いんでしませんけど、何回測っても同じです。同じ時期に測ったら、これは個別にまた来ていただければ何回も証明します。で、今日、今のランキングで言うとですね、一番電子量が少なかったのが、暴れてるにしろ、エナズマ水ってやつ、これプロトン水ってやつですか、まあ、そういう水です。その次が、同率でジンマの滝の9919と、フィジーと、もう一個あったよね、9919、フィジーだっか、うん、このフィジーとジンマの滝っていうのは9919で非常に電子量が多いです。で、逆にワーストは小田原市の水ですね。水道水、水道水です。で、ちなみに水道水もですね、流れを強くすると電子量増えます。で、あと沸騰させると電子量も増えます。で、常温でということで条件でつけてます。で、今日の水温は先ほど申し上げた通り22度という水温ですので、まあ、今ちょっともう少し上がってるかもしれません。あと夕方になると水道の管が温まってくるせいか、少し電子量がアップします。そういうふうに水道の水も、実はね、水道水っていうのは私たちもいつもこう基準としてるんですけど、だいたい一番電子量が多くて9940の時がありました。これ奇跡的な時で、普通は9960以上です。絶対的に、まあ、だいたいこんなもんですよ、9980とか。で、小田原の水道水は、そのように電子量が少ないということです。じゃあ、ここでちょっとライブ配信を終えて、この後は、私どものね、秘密のフォーラム会員だけの動画しますんで、それでは一回ブレイクしましょう。ありがとうございました。すみません。ライフオンラインの話、ライフオンラインは今日でですね、満5歳の誕生日を迎えてまして、まあ、会員数が今4600名いまして、今日は限定25名ということだから、どうしてもという方を入れて30名ぐらい来ていただいてやってます。で、非常にですね、波動とか振動とか、まさに船瀬先生がたくさん本を一番書いてます。波動振動に興味があって、波動振動に関わる装置って山ほどあるんですけどね、そういった装置の口コミサイトでございます。で、完全非営利です。僕も含めて完全利益を取ってない、無料会員制となってますので、ただし薬機法がありますので、薬機法に守るっていう同意をしていただく、登録は1分で済みますので、よかったら参加してください。以上です。